そうなんだね。ちょっとこれ多分ね、雑談で裏事情を話しておいた方がいいと僕は思ってて、要は今の雑談上げてるのって、まあ毎週撮ってるのをアップしてるわけじゃない、でもそれ以外にも撮ったものがいっぱいあって、それはだいたい2ヶ月後ぐらいに今ね、公開されるような設定になってるから、そういう時差を感じながら、時差を想定しながら見てほしいっていうのはあるんだよね。そうで、その動画の編集も、まあ、僕はやってるんだけども、やっぱりちょっとずつ良くしよう、改善しようと思って変えてってるから、ちょっとずつ良くしようと思って変えてってるんだけども、動画の公開ペースがそんなに今のところまだ早くないので、そんなすぐよく変わらないんだよね。そうなんだよね。すっごい時差があるから2ヶ月ぐらいの時差が遅れてやってきて、ようやく改善されてきたなってなるはずなので。いや、杉野さんは本当に慎重派だしね、そういうところをねしっかりしてるから、私なんかさ慌て者だからさ、タタタタタって言うとさ、何でもさやったことパッと出しちゃってさ、いやもうちょっと貯めておけばいいのにっていうさ反省がある中さ、杉野さんはじっくりいくよなと思って本当に尊敬するんだ。私にはない性格だなと思って。まあ僕は仕事し始めたからな、これこういうのは完全に段取り命だから仕事は。いやこれが大事よ。私なんかお金もつかむとさすぐパーって使っちゃうからさ、こうさじっくりじっくりさ貯めて貯めてこう使うみたいなさ、ここでこう性格が分かれるんだよねって思ってね、そういうところもすごい参考にしてるの。このテンポだよな、だから人間ってね持ってるテンポってあるのよね。あると。その人に居心地がいいっていうかさ、その人に都合のいいテンポってあって、そのお金の使い方もそうだし、何かこう何か出すことであったり表現したりすることもそうなんだけど、私なんかさやったらパーって出しちゃってさ、パッパッパーってさすっからかーんみたいになっちゃった。そうだ本当にね、いや僕はそれがすごいと思ってんだよ僕はそれ耐えられないからね。で空っぽになっちゃうからまたやるぞみたいな感じでさ、ほら新陳代謝が私の場合本当にね、例えば便秘とかないのよ、もうね食べたらもうねきちんとその日のうちにもうね全部消化してっていう感じなのもう決まってるのよ、そのルーティンが。でもねそれねあんまり狂わないのね、なんかこうちゃんと体がそういう風にできてるらしくて、だからねこのくるぐるぐるぐるさ、その入れては出す入れては出すっていうのがさすごいスピードでこう起きてるっていうか、それにのっとって制作してれば間違いないのよ。なんかね、あんまりね考えなくても計画立てなくてもこのぐらいのものはこのぐらいでできるっていう感覚がちゃんとできてるの。だからよくね間に合わなくて困ったことないんですかって聞かれるんだけど、制作で対策とかどのぐらいかかってとかね、なんか人によってはもう終わらない終わらないで展覧会はもう1週間後だとか言ってすごい焦って大変なんですって言うけど、いや私なんか全然計画立てなくても大体この調子でやっていけば大体いいっていう感じなんです、そういうもんですかねとか言って、いやこれもうなんかね身についた体に身についた感覚ですとか言ってテンポでそうなってるんですって。そうだね、そうだからカールさんは全部説明できないんだよ僕は逆なんだよ、僕はその感覚をちゃんと言葉に落とし込んで計画に落とし込むから、かなりの部分説明ができるんだよ言葉で人にも伝わる話になるんだよでカーラさんのは全部感覚だから、私はっていう全部主語を挟まないと伝わらない話になる。あなたは分かりませんけど私はこうなんですっていう話しかできない。できないねでも僕はこうだけどもこういう風にやると他の人もうまくいくよって言えるんだよ僕は。できるんだよね、他の人もできる方法でやってるんだよね。そういうことです。そうそうそう、何も参考にならないんだけどなんかこう杉野さんがおそらくそのうちこういろいろ観察している中でなんかこういうふうにできる方法が見つかりましたって後で発表するそうです川田さんみたいに、なんかこう画家になるための方法
あの貴重なそのね情報を今までで分析して、うん、結果こういうことが分かったので、私のこの方法でを使えば、あの川田式のなんか画家として活動することができますっていうことをきっと杉野さんが30年後ぐらいにまとめて本にするそうです。ね、でもまあ今でもある程度分かってるけどね、その要するにアーティスト活動をするための、うん、要するに単独でねアーティスト活動をするために必要な資質というか能力とか、あ備えておかないといけないことっていうのは、うん、もう大体分かってるから僕は、うんうん、分かってるしある程度の部分も教えられると思ってて、うんうん、そうか、それを今後展開したいと思ってるから僕は自分でね、うん、それは YouTube 始めるのもそうだし、今日もねやってたんだよ、あのどうやったら僕の理想の YouTube が撮れるかなって散々考えてたんだけど、さっさと撮れよって話なんだけど、うん、僕はねダメなんだよね、割と考えちゃう、すごいね慎重派でね、うん、そう慎重派でね考えちゃうんだよ。でこれは対談だからやりながら、河原さん主体だしやりながら、ん対談だからやりながらちょっとずつ改善すればいいかっていう方法でやってたけど、僕一人になると僕が納得しないとあの出さないから、結局出せないんだよ。杉野さんって本当にね、ある意味さ私はあの貢献してると思ってるんだけどね、このことで。ね、なんか中途半端出すの嫌なんだよね。でね出せるんだけど後で嫌になっちゃうんだよ、やっぱりそういうのね。あのさすごいさ、あの巨匠のさ焼き物の作家みたいなとこあるんだよね、もう気に入らないのバシャーっと言ってさ割っちゃうの。今でもね過去のやつ消したいと思ってるもんね、まだ公開してるやつあるけど、これは多分探しても見つからないと思うけど。僕多分名前は出してるけど、あの多分、うん、僕の名前で検索しても多分出てこないはずだから、あの動画、まあ、そのうちあの結局ね、あの同じチャンネルを使い回すことにしたから、もろもろいっぱい考えて、あのコンセプト変えて使い回そうと思って、多分ねあの Google のあのなんていうのメカニズム的に多分長い間やってるチャンネルの方がね多分価値が高いっぽいんだよね、どうやら。だから河原さんのチャンネルでこれを始めたっていうのもやっぱり結局もともと270人ぐらいいてさ、でそのままずっとほったらかしであったわけじゃない、割とほったらかしで、うん、でもやり始めたら本当に1ヶ月ぐらいでねちょっとちゃんと増えてきた。そうそう、うん、でやっぱり200何人いるっていう数字自体がやっぱり割と説得力があるなと思ってさ、330人超えたからね今度ね、すごいね。まあ、この調子で僕の改善がビレていけばどんどん改善され、あのもうちょっと加速していくはずだから。僕のサムネイルはちょっとずつ改善しててるからね、言葉をね、なんか実験だ材料にしてもらって、実験台にしてもらって、私のチャンネルを、うん、私は本当にほらこうなんか更新なんていうのかな、これからの人を育てるっていうこともしてないし、うん、それからなんか優しくねいろんな人を導くというさ、そういう人間性もないし。だけど唯一ね、杉野さんとこうやることで杉野さんになんかいいことが起こるようにと思って。うん、協力してもらってるところが、協力してもらってるって言いながら協力してるっていう。ずるいね。それはそうだよ、2人でやってる以上はさ2人に利益がないとさやってる意味ない。そうだからね、いろいろ編集とかねプロデュースとかね企画段階で杉野さんにがやったことって絶対何にもクレームつけたりこうしてほしい、ああしてほしいって一切言ってないんですよ。一切言わない。言わないよ。決めてて好きなようにやってくれ。で、私はほら自分教っていうのを持ってるから、起きたことは必ず私にとっていいことになるって思ってて、たとえあれ変だなこのタイトルって思ってても、ちょっと黙ってると、あ本当にすごいなこれ、なんかこんなにヒットするんだ。だからやっぱり言わない方がいいんだよ、信じて正解だったとか思うことばっかりで、
あの私は自分教を試す場だと思ってて、あの人に任せてもあの必ず私のためになってるって思ってて、でも本当にその通りになってるんだよね、不思議と、うん、まあ杉野さんを信じてるっていうことがあるんだけど、私がもう昔から分かってて、もう私より23歳、21歳も違うんだよね、年齢がね。だけど私は絶対そんな大人ぶったりとか、あのそういう年齢差を感じさせない、あの感じさせるような付き合い方してなくて。そうだね、そうなの、今タメ口だしね。そうあのなんかそういうの嫌いで、あのもう本当にあの友達みたいに喋っちゃってるんですけど、年がいもなく、うん、本当はねもう年齢的にね随分あれから成長してるから、あの一発の大人だからさ、もっとこう丁寧に扱わなきゃいけないのかなと思ってるんだけど。いやもうそんなことしだしたら面白くなくなるこの。そういうのに私が苦手だったりするので、あの昔と変わらない喋り方してるんですけど、うん、もう本当にね、なんていうのかな、やっぱり自分教だなって思う。うん、自分を信じるってこういうことなんだよな、自分に必要な人と知り合って、その人とたとえ意見が違ったり感覚が違っても、いやそれは私にとって大事な人で現れたに違いないと思って、いつも常に自分を信じるってことは現れた相手も信じるってことだからね。それでうまくいってるなと思ってます。そういえばあれだね、自己紹介してほしいっていう。あ、そうそうそう。杉野さんすごいよ。あの最初にね、